都市人類学とは都市を調査、研究する文化人類学の一部にや、1970年代のアメリカで使われ始めた言葉、概念、近止の学問に都市社会学がある。都市社会学の手法が統計的、計量的な調査と解析が中心なのに対して、都市人類学では観察や面接に基づく質的な分析が中心になることに違いがある。 都市人類学では観察された様々な行動の対応から行動の型を抽象し、抽象したいくつもの行動の型から文化類型を抽象し、抽象したいくつもの文化類型から寄付や主張を抽象するといった手法を用いて都市を分析する。都市人類学の研究者、成果にはアフリカの都市研究のサウスウォール、京都の研究で、疑音祭。 大阪の研究で天人祭を表した米山都市名をアメリカの都市部における黒人街、イタリア人街などの研究がある。日本では1978年第17回日本民族学会にてシンポジウム文化人類学における都市研究の可能性が1988年の第25回再日本民族学会にて 新大阪の研究都市人類学の試みというシンポジウムが催された。ありがとうございます。